ないところでは海面から240メートル下の地点を走ります。青函トンネルは地質調査の開始から40年以上の歳月を経て1988年3月13日に営業開始しました。トンネル内にはかつて吉岡海底、安比海底の2つの駅が営業しておりました。現在も避難設備としての役割を担っています。青函トンネルは新幹線開業に合わせて新幹線と在来線が同時に走行できるよう3本のレールが敷かれた海底トンネルです。列車はただいま青函トンネル内を走行しております。所要時間はおよそ